です。サブリナです。アヤサブです。アヤサブです。今日はね、何すると思う？知らない。じゃあ言います。お願いします。ピンクピンクモンスター流行りのプリで、ね、うん、撮っちゃおうってやつ。なんかインスタにもあげたんだけど、うん、話題のやつを撮ってないじゃん。そうだね、そう、うん、ふわふわになるとふわふわ系を撮ってしまったから、うん、いやどうなんだろうと思って。ふわふわの方でも結構すごかったんだけど、そう、すごもっとはっきりなるってことだから、うん、もうやばいものになるよね。そうそうそう、人間じゃないっていうね。人間じゃなくなった。多分人間じゃないです、うん、何ガーガね、全然漏れる漏れる、目もでかくなるし、本当に鼻もなんかもうなんかすごいサッサッってなるし、鼻も綺麗、もうびっくりした。あれは結果落書きしないで、うん、終わっちゃった。もう落書きすればよかったね。ちゃんとたまにするんだけどね。そう、あんまりね、うん、うちらしないタイプなんだけど、うん、あ、落書きするなら8枚取れるんだけど、2人じゃん、4枚4枚で別々を選んで落書きした方がいい、うん、そう、同じ画像が 2枚送られてきちゃったりするから、普通のあれだったらさ6枚じゃん、普通のプリクラ6枚5枚とか6枚だよね、そうなとかなんだけど、ピンモンはそう8枚取れちゃうから、そうそう、別々にした方がいい。そうで、ピットリンクアプリだとだから1人が持ってれば多分8枚も取れるんだけど、落書きでそう同じのをダブって選択しちゃうと、そう、同じ画像が送られてきちゃうから、そうそう、そこだけはしっかり、あと選ぶときに右側のなん
あ、そうそうそう、あっちの方がはっきり映る。そう、こっち右側だよ。そう、右側の方、プリを迎えに右側、右側の方がおすすめ。そっちであれちゃん撮れました。撮りました。漏れたね、なんか普通のプリクラとは違う感じで、そうそうそう、なんか試してみるのもありだし、これから使っていくのもありだし、一回はぜひみんなもね撮ってみたらいいと思います。でも他におすすめのプリケもあったらさ、うん、撮ってみたいなって思う、うん、ぜひ新しいのはね、まあ、バンバン撮っていっても、そうそう、あんまり落書き得意じゃないからやらないんだよね。 JK っぽいことできないから JK になりたいかも。送ってほしいな。はい、楽しかった。いつかね新しいのももっとすごいで、じゃあ次さ、なんか 3D とかどうすんのやなれそうでしょ、まあ、そういうのも、ね、もうどんどんね最先端をね撮っていきたいから、ちょっと出遅れちゃったけど、そうそうそう、今回は頑張って、うん、次の新しいプリキも試してみんなにシェアハッピーしたいと思います。終わり。